はい、皆さんこんにちは、シスです。トイです。じゃあね、風魔壁を、まあ飛ばされてきたのかな、風魔壁のところから。というわけでね、帝国首都ベクタを目指しましょう。この左下の町ってさ、一回行ったんだっけ？全部行ったぞ。ここの帝国領にある町は。行ったんだよね。ここなんだっけ？あ、マランダの町か。あれか、なんだっけ？あの、すげえモテてた、傷ついた兵士の故郷か。故郷？違うな。恋人がいるところか。じゃあもう新しいことはないのかな？いい家で。一回来た町なら、一応防具と話だけでも聞いてみたら、防具と武器を見たいよね。新しくなってそうな気もする。はいはいはい、なんかこれ聞いたような気がするな。うん、じゃあ変わってないかもね。かつてはすごい美しい町だったけど占領されたっていう。はい、というわけでね、じゃあ帝国首都のベクター目指しましょう。でもなんかあったらツッコミが入るはずだね。じゃあ敵も弱いのかな。ジョーカーだもんね。これ前の敵だね。何も変わってないと思う。この辺はもうサクッとクリアしちゃいましょう。魔法じゃなくていいや。スロット。せえな。さすがティーナ。もう踊ったりしなくていいかな。もう、下手にミスるより通常攻撃で倒した方が早い気もすんな。でもテッツァさん弱えからな、通常攻撃倒せんのかな、テッツァさん通常攻撃。スロットでいいと。あ、やばい、死ぬ。すげえ。なんで2発目あんなに弱いんだ。あれか、装備高いじゃん。属性武器外してんのか今。アルテマウェポンつけてんじゃね。いや、アルテマウェポンつけてたっけ。マジで。あれ、アイスブランド。サンダーが相性良かったのか。入ってサンダラ使ってて。でもさ、なんか倍くらい食らってなかった。580と300、倍は 1.5 倍くらい食らったよね。うん、なんだろう、なんだろう、わからねえや。利き腕じゃないからとか。え、そんなのあんの。 FF4 にもあったけどな。6はないと思う。5もなかったわ。例えば底辺実況者杯はさ、あの、エリーのアクション上げたんだけどさ、投票受付がさ、8月末までだって。長いな。8月30日の時点で一番マイリストが多い作品が優勝らしい。よし。だからね、まあ、マイリストをしばらくしててもらわなきゃいけないっていう。結構めんどくさいことになっちゃった。やっと着いたかな。あれ、なくね。いや、右下だぞ。おい、あ、あ、これかこれか。岩かと思った。セーブしてから入ろうか。あ、じゃあセーブしてきます。はい、セーブしてきました。というわけでね、帝国首都ベクターには見つかっていいのかな。これ獅子王様は仲間じゃないの。何してんの。え、どうなってんの。え、完全に攻め、これは何に攻め込まれた後や。幻獣か。そうそうそう、幻獣は大量に向かってってたでしょ。向かってってた。で、その隙をついて、もしかしてナルシェが攻め入ったのか。あ、何もないな。ナルシェのガードのセリフを聞く限りだと、なんか来た時点でこうなってた感じが。これは一体、もう完全に作戦通りじゃないですか。で、ここ、あれ、こっちもしかして違うんじゃない、うん、嘘だな。これ完全に、あれ、ん、出てこれ、ん、あれ、引っかかってた。あ、出てこれだ。こっちじゃなかった。あれか、城の中入るか。もうそれしかねえかな。こんにちは。お、獅子王様いっぱいいるじゃん。同じことしか言わないな。獅子王様分裂してる。ちょっと防具とか見てこうぜ。
お、なんかここ平和じゃない？買えるし。あ、でもなんかあんま強くないね、多分ね。自分の店が燃えてんのに普通に商売してんな。うん。いや、ここ外は燃えてるけど中は意外と確かにすげえ燃え、寝室とかめっちゃ燃えてんじゃない今。これで逃げないのも消火活動しないのもすげえけどな。すげえな、消魂って感じ。どうなっているんだ、もうこれしか言わねえわ。無視していいんじゃねえ。あ、ここ俺がめっちゃ殺された。バナン様いる。お、あれ、我々が帝国に着いた時にはもうすでにこのありさまじゃった。もうね、これは一体どういうことじゃ。なんと幻獣が、そうそうそう、幻獣がやったんよ。そうそうそう、ここは俺が殺された懐かしの場所。逃げ帰ったんだっけな。お、やべえ、こいつに殺された気がする。お、お待ちですだと。あれ、俺ら仲良かったっけ。どういう意図があるのか。なんかちょっと迂回したらなんかあるんじゃないの。これスイッチっぽいだよな。アストラ皇帝がお待ちです。うん、そうかい。うわ、お前ら戦う気あんのか。うん、風魔壁から出てきた幻獣に襲われた。そりゃそうだろうな。もう戦う気はありません。じゃあとりあえず会ってみるか。戦意喪失しちゃったんじゃないの。お、ワンコ皇帝。よせ、わしはもう戦う気はない。だったらとりあえず殺しとくか。まあ確かに、やっちゃってもいいかも。皇帝は心を入れ替えた？嘘くせえ。嘘くせえ。こんなん信じるわけないだろ、どう考えても。幻獣が仲間を取り返しにやってきたんじゃ。うん。仲間がみんな殺されたことを知って知ると街を荒らして、うん、去っていった。わしはこの耳でしっかり聞いた。うん、このでっかい耳だな。戦争終わったのだ。勝手に仕掛けておいて勝手に終わらせてるぞ。もうひどいこと言うよね、本当にね。源氏の力甘く見ていたようだ。要は勝てないと知ったからやめたいっていう話か。うん、帝国の力など悪国に等しい。そうなの？なんかでもさ、最初の頃はさ、幻獣たちをね、うん、こうなんか完全に掌握してた感じあったけどね。まあなんかあったのかな。弱い幻獣だったんじゃね。戦士たちよ、ともかく今夜ゆっくり食事を。うわ、毒とか絶対入ってるやつやろこれ。それかなんかうまくティーナを捕らえて幻獣たちをどうにかしようっていう。なるべく多くの兵士と会話をしてくれ。そうですか、うん、なるべく多くの兵士とか話をしてください。あー、これはもしかして時間制限イベントですか。なるべく多くの兵士と話をしてください。話してる間時間過ぎないといいんだけどな。どうだろう、ちょっと過ぎると思うよ。過ぎるか。メニュー開いてても過ぎたと思うよ。いや、ちょっと話はちょっと早めに送ります。行きましょうか。行きましょうか。行きますか。行こうか。よし、多くの人と、お前、お前、ただいま食事の準備をしております。あ、これカウントされてない。あ、カウントされてない、どういうこと。カウントされると増える。あ、え、はい、入れられない、入れない、下降りる。はい、なんだこれは。てかさ、一人なんかさ、さっきのとこ話し忘れ、横にいなかったっけ。ん、ここって横いねえの。あ、いねえわ。いないね。1人、2人、3人。あ、話せない。回ってるぞ。もう戦う気はありません。そうですか。あ、いない。あ、あ、扉、扉で、ん、ここにも扉がある。あぶね、たくさん扉あんな。うわ、すげえいっぱいある。なんだこれ。うお、クフカいるし。終身刑だもん。完全にケフカ、ケフカトイレしてるし。信じられなぁ。え、話そうよ。つまらん。終わり？多分開くと思うけど。開くのか。あかん。開かないっけ。あ、この長いのもう一回見んの。
信じられなーい。バカだ。あ、これ失敗するぞ絶対。つまらん。はいはいはい。まあこれカウント増えてないからわかると思うけど。あ、違う。ただのトラップね。そういうこと、そういうこと。うわー、これも無理じゃね。上行って。なんだこれ。何もないし。ただの模様だったら。はいはいはい。家族5人。6。邪魔だ。7。これでカウント増えんのか。お前が邪魔だ。すげえ邪魔だ。8。いや、使う時まだあると思うよ。ケフカさんが本気出してねえからな、まだ。うん。で、上がって。うわ、戦いがあんの。まずいな、まずいな。俺らのことを心よく思ってない奴もいるって言ってたべ。戦いの。これ倒せんだろ、きっと。ひでえ。3000とか。よし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 。拳銃を抑えられるやもしれん。はい、10。やばいやばい、戻ると戻んぞ。速攻で戻んぞ。急げ急げ。で、こっから入ってきたか。はいはい、上がりの、下がりの。そう、真ん中にも扉。これ扉あんの？上がりの。はいはい。11。宝箱あった。ラッキー。の時かーん。オッケー。あべ、あと1分。トイレ？トイレ？わ、トイレしてる場合じゃん。チナ、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 動け、動け。人いるぞ、人。すげえ音すんだけど。最低だ。毒使うなんてな、ほんとに。清水、あ、これちょっとね、清水でね、清めないとね、トイレ行ったからね。どういうこと？戻りの。いや、もうそれは、清水で。ティナの清水で最低だ。反対側。あ、ここか、ここか。あ、宝か。なんかよくわかんない、なんとかピアス、アラームピアス。見てる暇ないな。ここの上か。これに入って、うわ、めっちゃいるじゃん、めっちゃいるじゃん。話しかけたのどれかちゃんと覚えとけよ。10。うわうわ、戦闘か。やべえやべえやべえ、すげえ。このボーナスで左から行けばよかった。ボーナスをワンパンで倒せ、ワンパンで。なあ、逃す気がする、逃す気がする。やべえ、ただ倒して倒して。こういう時はあまりモーションの長いのを使わない方がいいんじゃないか。やばい、7。これ戦闘終わったらもうこれを積んでんじゃね。終わってるかもしれない。15、16、17。あー、全然足りんよ。うわー、結構無駄したな。そしてその夜、いや、これいいのかな。なんか進んだけど、あんまよいい感じしないけど。しないね。どうぞこちらへ。うわー、おー、おいしそう。あれ、一人足りなくね。お前か。お前か。なるほどね。ここで、じゃあこっち側でまともに話せそうなのがセッツァーくらいしかいなくね。クポーって言ってるのと、ガオガオって言ってるのと、記憶喪失と、女好きって、しかも途中から加わったからよく分かってねえって、連れてこられただけっていう。多分右の4人シドと面識ないんじゃねえかな。確かに。超気まずいだろうなこれ。まずはこのどんなパーティー構成だよ。よし、テーブルにつける時が来た。うん、そうだね。まずは乾杯だな。何に乾杯するかだが、帝国に、リターナーに、正解があるの。
わからん。でも帝国とリターナーはなんか偏りすぎてる気がするから故郷にしようか。では故郷に乾杯。乾杯。ところでケフカのことだが、ドマに毒を流した罪で牢に入れてあるのだが、さてどうしたものか。あ、入ったね、確かにね。うん、今のまま牢に入れておくべき。許して、いや今すぐ死刑にするべきだろう。そうか、まあひとまずは牢に入れておき。いやーなんかちょっと間違ったっぽいな。いやでも今のうち死刑にしないと多分とんでもないことやらかすぞ。確かにな。ドマの九段剣は本当にすまなかった。まさかケフカが毒を使うとは誰も思わなかったのだ。過ぎたことはしょうがない。それもう一度謝れ。それだけは許されないことだ。うん、確かにね。いやこの席にさ、どう考えても、うん、カイエン欲しい。カイエンさんがいない。許さんよ。ケフカは厳しく罰を与えるも死刑だって。うん、全ての毒をこの世界からなくすことを誓う。ところでセリ、おセリス、セリス将軍もいねえじゃん。いねえな。どちら、まあね、どちらにしてもセリスは信じてますよ。可愛いもん。ケフカが嘘をついていたのだ。セリス将軍は私より先にこの戦争の愚かさに気づき、リターナーに組みしたのだよ。さて、聞きたいことがあれば何か答えるが。なぜ戦争を話し、なぜ和平を考えた。戦争は多分より強大な力を入れたかった。なぜ和平を考えた。こんなこと聞いてさ、うん、素直に答えてくれんのかな。でもこれかな。なら聞いてみるか。お主たちの力と帝国の力を合わせなければならぬか。まずはってこと。強大な敵が出たら、そういうこと。敵同士が組むみたいな。厳重のことについて話し合いたいのだが。ああ、確かにね。いや、まあ、分かるわけねえだろ、こんな。あ、全部聞けるんだ。はい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 、はい、全部聞けるのか。じゃあなんで戦争を始めたんですか。すべてはわしの支配欲のさせたこと。うん、素直だな。うん、もう少し聞きたいことがあるで、最後の、なぜ兵士と話をさせたんですか。うん、まだ兵士と話できなかったけどね。分かってくれないやつはなんか殴って分からせた感じなんだ。上条さんだからな。風魔壁から飛び出てきた幻獣によって帝国は大きなダメージを受けた。うん、あの力は強大すぎる。放っておけば世界を滅ぼすやもしれん。それはない。あなたが世界を滅ぼそうとしている。幻獣の力をこの世界に持ち込んだのはあなただ。確かに幻獣の力は強すぎると思う。まあ、キナは下を行ってもいいんじゃね。幻獣の力をこの世界に持ち込んだのはあなただけど、いや、やっぱ幻獣は強すぎると思うわ、俺も。マジか。うん、風魔壁から出てきた幻獣の力によって、うん、強すぎるよ。さっきの質問だが、一番最初に聞かれたのは何だったかな。なぜ和平を考えたか。そうだった。とにかく私は和平を望んでいるのだ。疲れましたな。休憩にしてはどうですか、ね、どうしようか。いや、俺は疲れてねえわ。平和を願うと、戦いの終わりを誓うと。すまなかった。さあどうする。わからん。戦いの終わりを誓うと。頼みが。幻獣は帝国を攻撃した後、北の方角、何これ、第三角島の方へ飛び去った。なんだそれは。あれ、なんかでも行ったっけ。多分俺全部のマップ行ってるはずなんだけどな。そこで、うわ、やっぱそう来るでしょうだと思ったわ。まあそうだな。まあ、結局はそういうことじゃん、もう、うん、はいはいはい。
第三角島に向かおうと思うのは。うん、なるほどね。同行してくれるか。まあ同行しますよ。いや待てよ、ん、同行したらいいように使われるってことか。まあある意味そういう捉え方もできるな。同行しません。いえやだ、無限ループだからやだもうやだって、おしつこい、しつこいなそうするガストラさん切れるかもしんない。切れねえかな。いや、やだって、いや、やだって、いやだって。わかりましたよ、もうあ、レオ将軍じゃん。レオ将軍来た。あ、レオ将軍と行けんの。あ、行こうかな先に行ってくれればよかったな。ねえ、この人だって物分かりのすごく良い人じゃないですか。それではアルブルグで待っております。はい、わかりました。源氏を見つけ出し彼らと和解してくれ。なんかやだな、いいように使われてるっぽくて。お、みんないるじゃん。ヒナが行くなら俺が行く。そう、だいぶスルーしてたからな。ロック、ロックありがとう。長い間スルーしてたね。ちょっとねそろそろパーティーメンバーを変える時期かもしれない。みんなは帝国に残ってくれ。どうも、うん、臭い匂いがする。なんだなんだ、風呂入ってねえんじゃねえのか。違うだろう帝国の言ったことをそのまま信用するのは、うん、そうだね。冷静態度がやはり王様。我らがここに残って帝国を監視するでござる。なるほど、そうしてくれ、頼んだぜ。二人で旅行ができる。で、ティナとロックが固定かな、これは。あ、お前も気をつけてな。で、パーティー編成かな、もしかして。終わりかな。あれ、なんかダッシューズの効果がないぞ。でね、ちょっとね、うん、今ね、ガストラさんと話をしたじゃないですか。した。で、この時ね、うん、その、まあ、いろいろ兵士とかと話もしたと思うんだけど、した。その時に、まあ、評価ポイントっていうのがあって、うん、ほうほうほう。いい成績だと、アイテムがもらえたりするんですよ。ああ、なるほどね。で、今、何ももらえなかったんで、多分最低ランク。あ、そういうこと。うん、俺、最低ランクだったわけ。うん。まあ、確かに兵士にも話できてなかったし、選択肢はさ、どれがいいかよく分かんなかった。まあそうだね、正解とか教えてくれないからな。そっか、残本当にさ、あ、2人ってこと、もしかして本当に。でね、うん、この時にもらえるアイテムで、もらっておきたいアイテムがあってね。なるほど、うん、でちょっとリベンジするか。で、まあこれあのね、戦闘がなんか比較的簡単になるとかそういうアイテムじゃないから。あ、なるほどね。じゃあちょっと取り直したいなっていうのかな。わかりました。じゃあ一回リセットして、俺の華麗なプレイをちょっと早送りで、うん、早送りで流しますか。流しましょう。はい、ということでもう一回攻略してきます。はい、行くぜ行くぜ。頑張れ。これ意味なかったから下に行って。まあ、この OK、 1人2人3人、4人で右だ。右だ、まず右だ。出ないようにして右に入って、ここはスルーで、上行って、で、ここで1人、で、2人か。2人。宝箱もゲットして、まあ、飛び込んからの、トリックで、トリはクリックしないようにして、清水もゲットして、なんかいけそうだろ。で、出てきたら、一番上か。一番上のとこに、6人くらいだっけな。で、ここに、もっと上か。あ、だだだ、操作ミスが響くな。ダッシュつけてるかな。1、あ、上で2人。あ、なんか左上にも人いんじゃん。いるな。危な。え、そこの上入んないの。あ、そっか、忘れた。危ない危ない危ない。そこ忘れないし。で、戦闘か。うん、ガンガンなって戦うでいいか。1体ですね。暴れるしかね。今暴れる変な選択した。全員全員にしてくれ。なんかよくわかんないの勝った。殴るだけ。そっか、ガンを暴れるしちゃうのか。まあ、しょうがない、しょうがない。で、11。
で、降りて、湯に、そこにも階段、あ、こっち倒れないんだ。14、順調じゃない？で、ここでボーナスステージがあって、ここ。ボーナスステージで、あれ、離せ。15、16、で、1個上のやつに、上のやつに離さないと。戦いの、あ、もうこれ勝っただろ。もう残り10秒ぐらいだった。で、上のやつね。立ち位置リセットされてないけど。OK。あれ分かんなくなった。早くしろ。誰だ。あ、こいつだ、あぶね。その上に扉。か。トイレか。戦闘か。じゃあこいつら硬いな。戦いのもう暴れーの。倒したんじゃない。よーし、ナイス追加。1分か。間に合うかな。で、21。あ、でも余裕なんじゃないか。あ、宝箱忘れた。宝箱。あそこ回収するからな。まあ、いけんだろ、きっと。2つだからな。5秒くらいだろ、ロスは。その5秒で何状態してる。うわ、戦闘か。戦う。いや、結構ギリか。よくわかんない。よくわかんない。できるバイオレ29か。右側だな。ここ右通り抜けられっか。左下と右だぞ。あと22。あ、通れね。左下いるぞ。なんで左下行かなかった。かわいかった。先生24。あれ終わった。よし、もう戻れ。あ、さすがに少し暴れたな。なんでそこ。OK。これ24人か。どうぞこちらへ。で、選択肢が、こっち故郷に、このままローに、そのままローに、今のローに入れるから、それだけは許さん。ではなきゃ、セリフは仲間だな、確か仲間だな。セリフは仲間だ。うん。で、全部の質問に大きく、なんで戦争を始めたか。もう少し聞きたいで、和平で、もう少し聞きたいで、なんで兵士と話をしたかで、で、厳重の話をするで、で、厳重は強大すぎるか、で、強すぎるで、で、さっきの質問で、一番最初は戦争で、で、休憩しますすると、休憩すると。で、ガストラの隣にいるやつと戦うことができるらしい。2分間だけ戦えてもらえないかな。はい。これ強いのかな。新鋭隊さん。全力で勝ちに行け。全力で勝ちに行くか。あ、間違った。弱っ。これいけるわ。新鋭隊正解。これ2分もあったら余裕じゃないか。戦おうぜ。なんか来い。でもベクトがやばい。ガストラが。ベクタにとどめさせた。はい、こんな感じで終わりました。なるほど。で、これいいのかな、こっちの人。なるほど。話を再開しますか。はい。いいね。戦いの終わりを誓うと。気がしない。OK。どうこうしてくれるか。はい。家を失くったからな。レオ将軍です。はい。で、というわけでね、これでマスターかな。マスターというか、なんかくれるかな。くれると思うんだけどな。ガウトも何も喋んないのか。え、くれないじゃん。あれ、このタイミングじゃなかったの。え、いや。あれ、これあの会話の最後にもらえてきたやつだから、ちょっと探して。え、何のためにやり直したし。そう。いや、そもそもさっき24人話してなかったしてて。まあね、多分アイテムは悪かったんだろうけど、最低評価じゃなかったかもね。うん。なんかもらえたかもしれないね。うん、ないね。とりあえず出てみようか。出ようか。
おい、なんかくれよ。え、なんかさ、ここだけ歩きめっちゃ遅いんだけど。スーファミ版になってない？あれ？ガストラの部屋行かない？ガストラの部屋？右上の部屋。どこ？え、どこのこと？ん？上に扉ある。ここか。ん？あれ？あ、同じなのか。左と右。同じじゃないですか。上がガストラの部屋かと思ってた。あ、ここじゃない？ここじゃない？ここか。うん。おう。サウスフィガロから帝国軍を撤退させます。あ、これでどこまでやってくれるかが決まったんだ。うん。はあ、なるほどね。サウスフィガロからも撤退しの、ドマからも撤退しの、風魔壁の監視所の武器庫を解放します。おお、風魔壁行こう。そしてこれは、お、皇帝からの贈り物です。玉の鈴？え、玉の鈴？あなたの会食での態度は完璧でした。これこれこれ。これが大事。タイマの腕は？タイマ人！タイマ人！あれなんだよ、タイマの腕は？それでは。他のアイテムは正直、どうでもよかった。タイマの腕は？これが欲しかった。アクセサリーで見てみるという。アクセサリーで、装備。一番下かな？あ、玉の鈴神。歩くたびに、ああ、そういうことね。歩くたびに HP が回復します。特定以外の敵の、あ、これつけていこうか。エンカウント率が下がる。これいいね。今までエンカウント率高くて困ってたからな。まあ、あと、最近シスが全然死ななくてぬるゲー化してたから、これをつけることでレベルが上がりにくくなるっていう。あ、そういうことか。じゃあタイマーの腕はつけていきましょうか。デフォルトつける。デフォルトつけとこうか。よし。であとは武器庫、解放された武器庫みたいね。まあその前に一回ここで止めてもいいんじゃない。あ、そうか。じゃあ一旦ここで切りますか。うん。はい、では皆さんどうもご視聴ありがとうございました。次回に続きます。ありがとうございました。